おはようございます。マスタです。ミッキー、ミッキー、マウス。はい、これやらされました。<laughs> はい、ですね。いつもですね、ブログを見てくださって本当にありがとうございます。今日はですね、あの、マス塾のですね、塾生の方のお家に来ています。それでですね、今、実はこれ、何時かな ?2 時、20分ぐらいなんですけども、もうそんな時間になってしまいました。ね。 まあ、人生は無駄に過今週もですね、土曜日で済んで宿題をです、ね、出してみたいと思います。ところでですね、えー、とあなたスケジュール帳とかと、そういう日記帳っていうのはお持ちですかね。でそれを今日何で聞いたかって言ったら、こう日記をです、ね、こういうふうに書いてもらいたいんですね。まあ、こう日記をこういうふうに書いてますけれども。なんで日記を書くといいかって言ったら、 過去の自分から現在の自分を振り返られるからいいんですね。で、1年前の自分は何をしてて、1年後の自分は何をしている。で、ここにですね、変化がなければ、やっぱ1年後も変化はあんまりないんですね。なので、あなたが今日からずっとですね、何でもいいです。1日、今日は何があった。明日は何があるかもしれないとかね。えー、今日は7月の9日ですから、7月9日は何があった。 7月の10日は何があったですごい変化でもいいし自分がどう感じたというですね日記でもいいんだと思いますでさっきも言いましたけれどもそれを振り返ることに意義があるんですねで、えー、と過去から現在現在から未来もしですねまあみんなそうだと思いますけれども未来を変えたければやっぱり現在を変えるしかできないですねなので現在を変えるために昨日とか一昨日とですね 同じ行動してはですねやっぱり明日も明後日も3日後も1週間後も1年後もですねやっぱりこう同じ生活をする傾向にあるんですねなので過去から現在までが一緒やったらじゃあ今日から次の日からは変えないといけませんそうしないと現実的に現実は変わりません 人はですね、一兆前に目標はあるんですね。100万稼ぎたいとか、ね、200万稼ぎたいとか、治療院にどんだけ人は来てほしいとか、ね、ああいう車が乗りたいとかってあるじゃないですか。でもですね、現実を変える動作を何一つしてないんですね。これどういうことかって言ったら、本人は気持ちは変える気はあるけれども、あのー、気持ちは変える気があっても、行動をです、ね、変えなければ、やっぱり現実というのは変わりません。 そういうことをですね、振り返りにですね、あの、なんていうんですか、振り返るには、ちょっとなんか電話なってますけれども、振り返るには、日記はとてもいいツールだと思います。自分を振り返ることができますんで、ぜひですね、この日記っていうのを今日からですね、つけ始めてください。こういうですね、キャンパスノートにですね、 えー、これすいません、マスダクって書いてますけれども、あの <laughs> こキャンパスノートにできるのでもいいし、普通のメモ帳とか、僕、お金ないときには、こティッシュとかで書いてましたから、ティッシュこうやって貼り付けてましたから、<laughs> これマジで、はい。なので、そういうですね、まあ、最近スタバに行くんで、スタバのね紙ナプキンとかああいうでもいいですけれども、でも、まあ、なんか形に残るもの、えーと、キャンパスノートとかなんでもいいです。白いいいノートに、ね、鉛筆で書いていってっ どんなことがあったんかなって振り返ってください。今日あの人にねあの人は好きになったとか、あの人に告られたとかねあの人とセックスをしたとかいろいろあるじゃないですか。ねそういうことを書くととてもいいんだと思います。過去を振り返ることはね未来を変えていくんだと僕自身は思いますんでぜひですね日記を書いてみてはいかがでしょうか。今日からですね一行でいいんでやってみてください。まあ、今日はこの辺で終わっておきましょう。えっ、ー、とですねまた。 どんなことが起きたかっていうのをですね、教えていただければ結構です。でですね、あの、なんか遠慮してですね、相談メールはなんか全然消えへんのですけれども、これなんで消えへんのかって、なんか僕はとても人気がないのかなと思ってしまう次第であります。なので、あんまりですね、遠慮しても、いつも言ってますけども、遠慮しても、あの何の得にもならないし、いくらの形にもなりませんので。 ぜひですねあの、僕に答えられることがありましたら、どん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 相談をしていただければなと思います。それではまた今週1週間ですね、宿題頑張ってください。また月曜日に相談を受けたいと思います。それでは、グッドラック